複数の波長で写したタイタ,ンタイタンの生命では土星最大の衛星タイタンにおける生命について記述する。タイタンに生命が存在するかは未だ答えの出ていない問いであり、科学的な評価や研究の課題である。タイタンは地球と比べて届く、太陽光線も弱く、またあまりに冷たすぎ、その地表では液体の水は存在することすらできず、多くの科学者は 生命が存在することなどありえないと考えている。一方でタイタンは分厚い大気を持ち、その大気は科学的に活発で炭素化合物にも富んでいる。地表には液体メタンとエタンが湖を作っており、これが地球の生命における水の代わりになるのではないかと推測する科学者もいる。二0 1年六月にはカッシーニ探査機が観測した。 地表近くの大気のデータからメタンを生成する生命が存在する可能性が示された。しかし、これは非生命由来の科学プロセスや気象現象により引き起こされたものかもしれない。カッシーにもホイヘンスプローブも微生物や生命が生成する複雑な有機化合物を直接観測する装置は搭載していない。液体メタン下において機能する仮説上の細胞膜は モデル化されている。タイタンにおける全生物科学や地球とは異なる生命の可能性を研究するためには、その環境について深く学ぶ必要がある。タイタンの大気は大気上層部で発生する光化学反応により多様な素性を持っている。以下がカッシーニによる質量を分析法での観測により、上層大気から発見された物質である。 質量分析法は化合物の原子質量を識別するもので、その構造は判別できない。厳密な化合物の特定には追加の研究が必要となる。文献の中の識別された化合物は上の名称に置き換えられている。マゲーでは高い気圧に注意した分析がなされている。その他の化合物としては低濃度ながらアンモニア、ポリイン、アミン、アジリジン、 重水素か水素、アレン、ブタジエンに、その他より複雑な化学物質が存在すると信じられている。また、二酸化炭素や量は限られるものの水蒸気も存在するはずである。太陽からの距離が遠いため、タイタンは地球よりはるかに冷たい環境である。その表面温度は約 90K に止まる。この温度では、水の氷はもし存在したとしても、 決して溶けることも消化することもなく、個体のままである。極端な寒さと大気中の二酸化炭素の欠如から、ジョナサン・ルニーンといった科学者は、タイタンには地球で確認されているような生命が存在することはないだろうと見ている。ただし、タイタンの通常の地表に液体の水が存在することは不可能であるが、ルニーンらは隕石の衝突により、 一時的に液体の水をたたえた衝突オアシスとなるクレーターが形成されることはあり得ると考えており、そうしたオアシスが数百年かそれ以上にわたって存続できれば水による有機化学の基盤となることは可能である。また、ルニーンは液体メタンエタン環境における生命の可能性を除外しておらず、そうした生命が発見されれば、それは宇宙には そのような生命が満ち溢れていることにつながると記している。赤外線で映したタイタン。1970年代、天文学者はタイタンからの予想外の高レベルの赤外線放射を発見した。一つの可能性としてタイタンの地表が温室効果により想定よりも暖かいことが考えられた。この見積もりではタイタンの表面温度は 地球の寒い地域並みである必要があった。しかし、別の可能性として、タイタンの表面温度は極めて寒いものの、上層大気では、エタニやエチレン、アセチレンといった分子が紫外線を吸収して、温められていることが考えられた。1979年9月、パイオニア11号は、探査機として、初めて、土星とその衛星を、フライバイ観測した。 その際に送られたタイタン地表のデータにより、その表面温度は地球の平均と比べてあまりに寒すぎる数値であり、惑星の居住可能性という観点で考えても低すぎる数値であることが判明した。タイタンは遥かな未来においてより温暖な星となるかもしれない。50億年から60億年後の遠い未来において、 太陽は巨大な赤色巨星となるが、その頃のタイタンは表面温度が200系程度まで上昇し、その表面にアンモニア水の海が安定して存在できる環境となる可能性がある。太陽からの紫外線も減少し、タイタン上層大気を覆うもやも薄まり、半温室効果が減少して、大気中のメタンによる温室効果が有効になる。この環境は、 地球外生命を生み出すのに十分な条件であり、さらにこの状態は数億年は持続すると見られる。これは地球で単純な生命が誕生した時間を考えると十分な長さである。一方でアンモニア間強化における化学反応の速度は水中における同反応と比べてより遅くなる。タ,イタン表面の液体の水の欠如を理由として、 ナサの宇宙生物学者、アンドリュー・ポホリルは、生命の可能性について、反論を述べている。ポホリルは、水は、私たちが知っている、唯一の生命への溶媒として、重要なだけではなく、有機物の自己組織化を促す得意な性質からも、特別な液体であるとしており、タイタン地表での生命発見の可能性に疑問を、提出とともに、その探査に、 多額の予算を費やすことにも否定的である。2012年に公表された NASA のカッシーニ探査機のデータではタイタンの氷の近くのもとに液体の水の層がある可能性が強く示された。もしそうであればタイタンの生命は地表ではなく地下の水とアンモニアの海の中にこそ存在するのかもしれない。研究所でのシミュレーションでは タイタンには地球に生命が誕生した時と同様の化学進化を行うのに十分な有機物が存在しているとの結果が示されている。液体の水は現在観測できる以上の長い期間存在しているかもしれず、またいくつかの仮説では液体の水が氷の近くの下で保存されていることを示唆している。またアンモニアの海が地下に存在しているという説もあり、 あるモデルではアンモニア水の海が氷の近くの下の地下 200km 以上の領域に存在しており、その環境はタイタンの厳しい環境の中で、ここは生命が生存可能な場所であるとしている。タイタンの内部から地表に伝わる熱がこの地下の海の生命を支える原動力となる。こうした微生物の発見は、 その生命活動の痕跡に依存したものとならざるを得ない。例えば、タイタンの大気中に含まれるメタンや窒素が、こうした生物に由来するものかを調べることができるかもしれない。タイタンは太陽系の衛星として、唯一、微量ガスや他の物質も含む、完全に発展した大気を持つことで知られている。タイタンの大気は分厚く、 科学的に活発で有機化合物に富んでいることで知られており、これらは生命の原料となると推測されるとともに、この大気内において生成されているかもしれない。大気にはまた水素も含まれている。水素は大気と地表を循環しており、また地球のメタン菌のような存在により有機化合物と結合させられ、エネルギー源とされているかもしれない。 タイタンの大気中の有機ガスの追跡。左が HNC、右が HC3N。ユーリー・ミラーの実験をはじめとした実験により、タイタンの大気に近い環境で紫外線照射を行うことで複雑な分子とソリンのような高分子化合物の材料が生成できることが示された。この反応は窒素とメタンの乖離から始まり、 シアン化水素とアセチレンを形成する。さらなる反応についても研究が進められている。2010年10月、アリゾナ大学のサラ・ホルストは、タイタンの大気に似せた気体にエネルギーを加えた結果、多くの化合物とともに DNA や RNA の構成要素となる5つのヌクレオチド塩基が生成されたことを報告した。ホルストはまたタンパク質を構成するアミノ酸の 生成も発見している。ホルストは、この結果を液体の水の存在しない条件下で、ヌクレオチド塩基とアミノ酸の生成が発見された、初めての成果だと語っている。2013年4月、NASA は、タイタンの大気のシミュレーション結果から、タイタンでは、複雑な有機化合物が生成されうるとする報告を行った。 そして同年6月にはタイタンの大気上層部で多寒方航続炭化水素が発見されている。タイタンの炭化水素の湖。地球のあらゆる生命は溶媒として液体の水を使用している。同様にタイタンの生命を考える場合、水の代わりにメタンやエタンといった液体の炭化水素を溶媒として使うことが想像できる。水は 炭化水素よりも様々なものを溶解させる能力が高い溶媒であるという利点を持つ。一方で水は化学反応性も高く不安定な有機分子は加水分解などによって破壊されてしまうこともあるという危険な一面を持っている。炭化水素を溶媒として使う生命は生体分子をこうして破壊されてしまうリスクから逃れることができる。タイタンの地表には 液体エタン、またはメタンの湖が存在しており、また川や海もあり、いくつかの化学モデルは、仮説上の水によらない生命の存在を示唆する。タイタン地表の川や湖を形成する、液体メタンとエタンの中に存在する生物は、地球の水の中の生物のような存在だと推測できる。仮説上の、こうした生物は、酸素の代わりに水素を取り込み、 グルコースの代わりにアセチレンと反応させ、二酸化炭素の代わりにメタンを吐き出すと予想される。一方で、地球のメタン菌は、水素と二酸化炭素の反応でエネルギーを獲得し、メタンと水を生み出している。2005年、宇宙生物学者のクリストファー・マッケイとヘザー・スミスは、もしメタン生成生物が大気中の水素を、 ある程度消費していれば、タイタンの大流圏の混合比に測定可能なレベルで影響を与えているはずであるという予測を行った。影響があるとすれば、水素とアセチレンの濃度が通常想定される量よりも有意義に減少しているとされた。これらの予測の証拠は、2010年6月にタイタン上層、仮想大気の水素濃度のデータを分析していた。 ジョンズ・ホプキンス大学のダレル・シュトローベルにより報告された。シュトローベルは大気上層の水素濃度が地表付近の濃度より高く拡散により下方に毎秒1025モル程度の割合で流れていることを発見した。地表付近ではこの現象は一見したところ確認できなかった。他の研究では同年同月にタイタン地表での極めて低いアセチレン濃度が 報告されている。クリストファー・マッケイは、シュトローベルの報告を2005年の実節が示した、通り生命の存在で説明できるとしている。しかし、他にもありそうな説明として、単純なヒューマンエラーや隕石に起因するもの、または水素とアセチレンの化学反応を促す、何かしらの触媒の効果とする説もある。だがマッケイは、説に対して、 摂氏178度の環境でこのような効果を発揮する触媒は未だ知られておらず、そんなものがあればそれ自体発見であるとして、地球外生命より可能性は低いと述べている。2010年6月の発見は多くのメディアの関心を呼び、イギリスの新聞デイリー・テレグラフは、これを原始的なエイリアンの存在の手がかりと報じた。液体メタン中で機能する、 仮説上の細胞膜は2015年2月にモデル化された。これは炭素に水素、窒素を含む小さな分子から構成されるもので、炭素と水素、酸素、リンを使ったリン脂質からなる地球上の細胞膜と同様の安定性と柔軟性を持つ。この細胞膜はアゾトソメと名付けられており、アゾテはフランス語で窒素。 ソーマはギリシャ語で体で窒素の体を意味している。この細胞膜の基本的な材料として提案されているアクリロニトリルはすでにタイタンで発見されている。他の惑星や衛星に生命が存在する可能性を評価する方法として、ディルク・シュルツェマクフ,フなどの科学者は天体の素性や地表、大気、利用可能なエネルギー、溶媒に有機化合物といった要素をもとに プラネタリー・ハベタビラテ・インデックスという指数を作成した。この指数は2011年末時点で利用可能なデータをもとに算出されたが、タイタンは基地の地球以外の天体の中で最も可能性が高く評価されている。カッシーニ・ホイヘンスミッションでは生命の痕跡や複雑な有機体の証拠に備えた機器は搭載されなかった。そのような物質の発見は 地球の生命の起源の理論の構築につながるものである。科学者らは初期の地球の大気と現在のタイタンの大気の蘇生は水蒸気が存在しないという重大な例外はあるものの似通ったものだったと考えている。いくつもの仮説が両者をつなぐ科学的進化から生物学的進化への橋渡しを試みている。タイタンは科学反応と生命の間を結ぶテストケースである。 2007年の全米研究表議会の委員会が出した報告では、生命の限定的な条件が整っているとしている。議長のジョンバースは、もし生命が化学反応の一つの形態であるなら、タイタンにも生命が存在すべきである。確かに生命に適した条件はタイタンに存在しない。しかし私たちは、生命が安定した環境下での炭素分子の反応の一つの形態では、 ないと反論する。と述べている。2005年にタイタンの水素とアセチレンを用いる生命の仮説を提案した科学者の一人であるデビッド・グリーンスプーンはタイタンの生命に関する議論の中でガンや理論について言及している。グリーンスプーンは地球の環境と生命はお互いが共に進化してきた。同じことは他の世界でも起きるだろうと主張した。グリーンスプーンは世界というものは 地質学的、気象学的な生命で、生物学的な生命に近いとしている。タイタンの生命の仮説に関する他の理論として、もしタイタンで生命が発見されたとして、それは地球からパンスペルミア説と呼ばれる過程を経て飛来した子孫ではないかとする考えがある。この説は、太古の地球に大きな小惑星や水星が衝突し、微生物を含んだ。 数億小物の岩のかけらが地球の重力を脱し、後にタイタンにたどり着いたというものである。計算からはいくつかの破片が実際に太陽系の他の天体に再突入を果たすことが示されている。一方で、ジョナサン・ルニーンはタイタンの低温の炭化水素の湖では地球の生命とは異なる科学が必須であり、 たまたまたどり着いた生命がその起源となる可能性はないだろうと反論している。ルニーンはタイタンの湖に生命が存在するということは太陽系に独立した起源を持つ2例目の生命が存在するということであり、であれば宇宙のあらゆる場所で同じように生命が誕生している可能性が高いと見ている。二0十六年現在提案されているタイムミッションでは探査機を タイタンの液体の湖に着水させることが計画されている。アリゾナ大学の天文学者、クリス・インピーは、このミッションは生命を発見できる可能性があるものであると語っている。ありがとうございます。